ひゃー。くそ。まだ地上に着かないのかよ。大丈夫。祈祷もうすぐだよ。さっきからそればっかりじゃないか。適当な励ましはやめろよな。ごめん。あ、うん。ねえ、ナッシュ。一つ聞いてもいいかな。なんだよ。どうして俺たち、俺のことを追ってきたの？それは、知りたかったんだよ。なんであんなことしたのか。あんなこと？イェドナークで戦ってたことだよ。町の人助けてさ、なんなんだよあれ。お前は人殺しのくせに、なんであんなことするんだよ。それは、ナシ危ない！俺の後ろに隠れて！ナシ、怪我はない？お前は、どうしてそうなんだよ。え？なんで俺を助けるんだよ！俺はお前を憎んでるんだぞ！家の中ではお前に死んでほしくてあんなことを。なのに。関係ないよ。目の前で危ない目に遭ってる人がいたら、助けてあげたい。そう思うのは自然なことだろ。イエドナークでのことも同じだよ。できれば誰にも死んでほしくないと思って戦ってた。それだけ。お前は、本当に変わらないな。いつも上から目線で守ってあげるとか偉そうに言って、自分が正しいって思い込んでてさ。本当のこと。俺やミゼラがどんな目にあってるか、どんな思いで生きてきたか、何も知らなかったくせに！だから俺は！俺のこと、嫌いだった。ああ、大嫌いだった！あの魔物が言った通り、昔からずっと、気に食わなかったんだ！そっか。ちょっとはへこむな。なのに、どうしてなんだよ。どうしてお前はまだ、正しく生きようとしてるんだよ。トガ人になって辛いはずなのに、どうして他の誰かのために頑張れるんだ。やめろよ、そういうの。お前の正しさ見せつけられて、俺は何を思えばいいんだよ。正しくなんてないよ。きっと。え？罪は消えない。ソニアと出会って、そのことを思い出してから、気づいたんだ。俺はきっと、誰かを救うことで、許されようとしてるんだって。多くの人を救えば、その分罪が軽くなるような気がして。だから頑張ってただけなんだ。多分、自分のためなんだよ、結局。自分が楽になりたいから、自分が救われたいから、人を救ってる。正しくなんてないんだ。俺は。彼方。待って。この音、風だ。風の音が聞こえる。ってことは、もうすぐ外なんだな。外からも魔物が来るかもしれない。最後まで気を抜かないでいこう。キュキュ。ようやく出られた。ミゼラやみんなは無事なのかな？ずいぶんと遅かったな。お前は、エスバニラ！待っていたぞ、トガビとカナタ。お前にはあのくらいで死んでもらっては困るんだ。この俺の思想を否定した愚かさを、その身にたっぷりと味わわせてやらねば気が済まないからな。待って、エスバニラ！話を聞いてくれ！俺たちは、戦う必要がないんじゃないか？何？今のビジョンオーブは、確かに歪んでるし、間違ってる。でも、そう思うから、俺たちは旅をしているんだ。俺たちの目的は、ビジョンオーブを壊して、世界を変えることなんだ。ほう。ビジョンオーブがなくなれば、執行にかこつけて、人を陥れるようなことはできなくなる。あなたの言う醜い行いは止められるんだ。
違った人を何人殺したって根本は何も解決しない。だからもうこんなことはやめるんだ。ビジョンオーブを壊すか。困るな、それは。なんだって。お前は何か勘違いしているな。ビジョンオーブがあるから人間が醜い行いをしているとでも？そうではない。人間はもともと醜いんだよ。俺はな、ビジョンオーブにはむしろ感謝しているんだよ。醜い人間を炙り出してくれるんだからな。じゃあまさか世界を変えたいって、あなたの言葉の意味は。愚かな人間を殺しても何も解決しないとお前が言ったが、それは違う。愚かで醜い人間を皆殺しにすれば世界は美しく変革できるのだ。こいつ本気で言ってんのか。醜い人間を炙り出す装置としてビジョンオーブは必要不可欠だ。壊されてしまっては困るんだよ。そうか。あなたのこと、やり方はひどいけど同じ目的を持ってる人だと思ってた。間違いだったみたいだ。悲しいな、すれ違いというのは。ナッシュ、走って。できるだけここから離れるんだ。こいつは何をしてくるかわからない。戦うのか、こいつと。それしかない。くそ、また俺はお前に助けられるのかよ。エスバニラ、お前の理想を叶えさせるわけにはいかない。邪魔などできはしないさ。お前にも誰にも。心眼の魔導石よ、俺の心を晒してみせろ。人間は醜い、本性は劣悪、素顔は醜悪。滅びねば変わらない。愚かしい人間、恥ずべき生き物、滅ぼさねば耐えられない。もっとだ、もっと俺の中に潜ってこい。俺の全てを、怨念を解放しろ。結晶と一つになった。石の輝きに釣られてやってきたな。荒踏みの高地を滑る王よ。荒踏みの王よ、俺を食らうがいい。驚いたな、本当に死ぬのが怖くないのか。
せるなら、この命がどうなっても構わない！カナタ。カナタ、お前は。ようやく出られたか。ナッシュ！ミゼラ。よかった。無事だったんですね。なんだこの衝撃は。あそこで戦ってるの、ひょっとしてカナタなの？ああ、そうだよ。行かなきゃ。エレノア、ソニアとナッシュを頼む。待って、ミゼラ。カナタを死なせないで。絶対に。え？あなたがそこまで思う意味、命をかける価値、私もちゃんと見極めたいの。だから今はカナタを助けてあげて。お前。ソニア。ええ、もちろん約束する。絶対に死なせない。行くぞ。どういうことだよ。カナタのこと憎いんじゃなかったのかよ。憎いよ。お父さんを殺したこと絶対に許せない。だけどそれだけがカナタの全てじゃないなら、ちゃんと見極めたいの。カナタという人間をちゃんと知って、それで考えたい。私がどうすればいいのか。そうですね。トガ人だとしても、それはその人の全てではない。考える。それこそが、間違えないための、ただ一つの方法なのかもしれません。いい子ぶりやがって。くそ、くそ！俺だってわかってるよ！カナタがずっと、本気で俺たちの幸せを願ってたことなんて！カナタが、誰かのために一生懸命になれるやつだって気づかなかったわけないだろ。だけどそんなの認めちゃったら俺は。戦いの衝撃がここまで。二人とも私から離れないでください。俺はナッシュ、どこへ。待ってて。な、こいつは。邪魔をしないで。戦って突破するしかないか。の。ナッシュ、あなたどこへ。理解に苦しいな。なぜそこまでして抗うのか。お前も醜い人間たちの憂さ晴らしのためにトガ人にされた犠牲者じゃないか。そんな醜い奴らを一掃しようとする俺になぜ敵対する。どんな理由がある。理由わからない。だけどお前のやってることは絶対に間違ってるんだ。返答になっていないな。命を懸ける意味すら自分で理解していないのか。ならば暴かせてもらおう。その心の中に隠した真実を。この瞬間の魔導石でな。あれは、くっ、ああ吐き出せ、絞り出せ、本当の心を。さあ聞かせてみろ。俺はもう嫌だ。生きているのが辛いよ。罪はどうやったって消せない。じゃあ許されるわけないじゃないか。嫌われて
憎まれて、そんなの辛すぎる。だったらもう楽になりたい。死ねば全部終わるんだよね。死にたい、消えたい。それで全てから俺は、今のが俺の、これがお前の本心か、カナタ。何が命を懸けるだ。お前はただ楽になりたいだけじゃないか。そんな弱虫なら。そうか。なんとなく気づいてたよ。俺はもう思想への反抗ならまだ敵として認めてやったが、今のお前はもうその器ですらない。お望み通り楽にしてやるよ、みっともない弱虫。死ぬがいい。やらせるか。ああ、なし。いや、もう苦しいままじゃないかよ、ナッシュ。許さない。お前だけ死んで逃げて楽になるなんて絶対に許さない。だけどもっと許せないのは俺自身だ。憎いのに、殺したいのに、助けられたままで、そんな惨めなまんま逃げられてたまるかよ。ナッシュ、もう喋るな。ごめん、ナッシュ。君の言う通りだ。俺は逃げようとしてた。楽になりたかったんだ。だけど、そうだよね。俺が死んだって、罪が消えるわけじゃない。残された人たちは、苦しみ続けるんだ。だったら俺は、とんだ茶番だな。お涙頂戴の安い芝居はうんざりだ。楽になりたいなら今度こそちゃんと殺してやるよ。楽になる道は選ばない。俺は罪が消えないなら俺は背負って生きる。なんだこの光は。ごめんね、ナッシュ、ソニア。勝手だけど、俺は生きるよ。正しく生きて、世界を変える。どんなに苦しくても、もう逃げたりしない。憎まれ続けようと、分かってもらうしかないんだ。罪と共に歩む。この生き様で。
は許容しない。意味などあるか、綺麗ごとに。何言ってんだよお前、バカみたいな綺麗事だから。面白いんじゃねえか、ビシャス。おや、カナボンなんか変わった？元気そうで何よりや。ユナも、カナタ、ブシカ、ミゼラ、それにイージス。トガビトどもが数を揃えたところで、エスバニラ、俺たちはお前には負けない。悪意で人を殺して喜んでるお前は、お前の言う醜い人間と何ら変わらない。そんな人間に俺たちは負けない。罪を犯したトガビトがいるのか。確かに俺たちはトガを背負ってる、だがそれが罪だと理解してるつもりだぜ。正義感ぶって人さばいて気持ちよくなってる、お前と違ってね。黙れ黙れ。人間が醜いなんてよう言うわ。全部の人間に会ったわけでもなしに、一つの物事だけ見て全部を知った気になって決めつける、あんたみたいな人を正すためにジャーナリストは頑張らなあかんのかもよ。おおきにエスバニラ、うちちょっとやる気出てきたわ。愚かな人間がいることは否定できない、だが人が変われることを俺は知っている。変われないと、滅ぼすしかないと諦めたお前などに人の可能性を奪わせはしない。私ももう迷わない、やろう、カナタ。みんな行くぞ。踊ろうぜ、ド派手にな。もう終わりだよエスバニラ。忌々しい限りだがそのようだな。醜い人間を滅する、俺の崇高な目的をこうも邪魔立てするとは。あなたはどうしてそこまで。俺の父親は芸術作品が展覧にふさわしいかを判断する芸術監視官だった。ある時、過激な作品ばかりを無許可で展示する展覧会が催された。人々は作品の内容を不快に感じ、怒り嫌悪し、作品を展示していた芸術家の何人かがビジョンオーブで執行された。これ以上騒動が広がることを恐れた父は、展覧会を強制的に中止させ作品を処分した。だがその結果、今度は父に対し怒りを向ける者たちが声を上げ始めた。権力により芸術作品を葬ることは全ての芸術への冒涜だなどと言ってな。怒りは増幅し、憎悪は蔓延し、結局父もビジョンオーブにより執行された。そんな。その事件うちも聞いたことあるわ。当時表現者の間でかなり話題になったっちゅう話やったな。まさか当事者に息子がおったとはね。醜い人間どもには思想などない。考える頭も、見渡す視野も、他者を思いやる心すらありはしない。条件反射の怒りで人を裁く醜い人間がどれほど多いことか。だからそいつらを排除しなければ世界は変わらないんだ。そんなことない。たとえそれが事実だとしても、醜い人間が大勢いたとしても、きっと変われる。俺はそう信じてる。また綺麗事を。エスバニラ、そっちは。運命をお前たちに委ねるつもりはない。
カナタよ。愚かな人間を信じたいなら勝手にしろ。勝手に信じて、勝手に絶望しろ。あいつ、自ら崖に。エスバリラ。この高さ、まず助かるまい。大して変わらない。俺も一歩間違えればあの人になっていたかもしれない。カナタ、これからの俺を見ていて、エスバニラ、あなたが間違っていたことは俺が一生をかけて証明してみせるから。急いで医者に見せよう。そうすればきっと。いや、これだけの出血量ではもう。そんな、ナッシュ、ナッシュ、どうして、どうしてあなたが。チがあるんだ。俺の最後のお願い。お願い？私に？俺の目をもらってくれ。目を？その目で俺の代わりに見てほしいんだ。これからの、彼方を、彼方の、生き様を。ナッシュ。わかった。約束する。私がちゃんと、彼方を見続けるよ。あなたの目で。あなたと一緒に。頼んだぜ。ナッシュ！ナッシュ！そんな、ナッシュ！どいてくれ、ミズラ。すぐに村に運ぶぞ。でも、眼球を移植するなら、急ぐ必要がある。ナッシュの最後の願い。叶えてあげるんだ。そうだね。ナッシュ。そう、あんたたちもいろいろ大変だったのね。ナッシュの目どうなるんだ？今医者が移植の準備をしてるとこ。片目は損傷して移植は無理そうだけど、もう片方の目はなんとかなるかもって話よ。と言っても、医術だけじゃ難しい手術らしいわ。移植した目の定着のために、私の魔術の力も借りたいって言われた。専門じゃないからどこまでできるかわかんないけどね。船のことといい、リタには世話になってばかりだな。ほんまや。ほいこれ、せめてものお礼のアメちゃん。あ、ありがとう。うんうん、美味しい。あ、って、なんで飴なのよ。子供扱いすんな。あ、彼方の野郎はどこ行きやがった？今は二人にしてあげて。ソニア、ごめん。ソニア、君にとって勝手な言い分だってことは分かってる。だけどそれでも俺はまだ死ぬわけにはいかない。俺は生きてこんな世界を変えたいんだ。
償いになるとは思わないけれど、私もまだあなたの死を望まない。だって約束したから、ナッシュとあなたを見続けるって。恨んだまま、憎んだままずっと見て、ちゃんと見続けて、それから自分なりに考えるよ。私がどうするべきか、あなたがどうなるべきか。ありがとう。お礼なんていらない。許したわけじゃないんだから。でも一つだけ、私のためにもどうか死なないで。おお、船ちゃんと直ってんじゃん。あの女いい仕事するぜ。だいぶ寄り道をしてしまったが、改めてトシミナに出発だな。トシミナ言うたら世界最大の大都市やんな。ええ情報も行さあるやろし、ジャーナリストとして腕がなるわ。その町の図書館にキャスクについての資料があるんだよね。それで神様の居場所がわかるんだな。俺らが殴り込みに行く場所がよ。確証はないが、手がかりになることくらいは書かれているはずだ。殴り込みに行く必要があるのかはわからないかな。キャスクも何か考えてはるみたいやったな。ビジョンオーブじゃあかんかも言うてはったし、案外ほっといても勝手にビジョンオーブなくしてくれるんちゃう？それはさすがに楽観的すぎるだろ。キャスクの言ってたことはすごく気になるんだ。美しい世界にするってどういう意味だろう。もしかしたらビジョンオーブよりももっととんでもないものを仕掛けようとしてるんじゃ。あれだけの力を持っているんだもの、何が起こせても不思議じゃないわ。やっぱりもう一度キャスクに会おう。会って話をしよう。ビジョンオーブを壊す方法を知ってるのは多分キャスクだけだ。世界を変えるために俺たちはキャスクとちゃんと向き合わなきゃ。それにキャスクが次に考えてること、もしそれが危険なことならやめさせなきゃ。絶対に。話して聞かなかったらどうすんだ。その時は戦うよ、この罪の力で。そう来なくっちゃよ。キャスクに会うか。では当面の目的地は変わらずだな。トシミナの図書館でキャスクの居場所を調べるとしよう。いい風。さあさあ、風も味方してくれてはるうちに、あよ行こうか。うん、そうだね。目指すはトシミナ。改めて出発だ。